皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツーリスモ7の時間がやってまいりました。さあ、前回こちらの FXXK を購入いたしまして、動画の最後で大奮発して5つ星のルーレットを回したにもかかわらず、まさかあんな結果になってしまうとは、ああ恐ろしや。ということで本日も最後ね、大奮発していつもの4つ星のルーレット回そうかなと思っております。そして本日ついに招待状でしか買えない車コンプリートとなります。無料配布された招待状、1ヶ月以内にコンプリートしますという公約を掲げて、買いまくってきましたけども、本日ついに公約通り約束を守れそうです。ということで、最後の1台を本日購入したいと思います。本当にね、 FXXK もアストンマーティンバルカンもいろいろ招待状の車、最高の車いっぱいありましたが、今日占める車はこちらになります。それでは世界のディーラーへ、ブランドセントラルへようこそ。まずはヨーロッパです。正直言うと私、今日はね、そこまでエンジン音に対して期待はしていません。なぜならパガーニ、そうですね、フェラーリやランボルギーニとは違います。ハイパーカーメーカーです。おまけにエンジンは上品な音しかしない AMG 製の V12 ツインターボということで、おそらく、まあ、甲高い音とかしないんじゃないかということでね。はい、こちらの方が5月20日18時59分までということで、ショールームの方に向かいたいと思います。はい、こちらですね、パガーニウアイラということで、まあ世界限定100台の車ですね。 AMG 製の V12 ツインターボということで、まあウアイラというのはケチュア語で風ということで、風の神、風神ですね、風の神という意味がありますね。はい、ということで 5980cc ミッドシップということでツインターボ、こちらの車今日は購入したいと思います。綺麗な色ですね。はい、25色あります。青色系がいいですね。綺麗な青色ないですか。綺麗な青色、25色全部ありそうですね。綺麗な青色、この辺どうかな。ブルーカーボン系、まあ全部カーボンなんだけど、あ、そうかそうか、これだったら A ピラー、あー、ちょっと待って、全面カーボンもある。これが好きだな、これが好きだな。はい、ツートンですね、ツートン。はい、あとはちょっとどんなんがあるか見てみたいと思います。こんな感じですね。ゴールド系もあります。やっぱりね、あのルーフの部分はカーボンがある方がいいですよね。こういった赤系も多いですし、はい、黄色系も多いんですけども、緑とか白とか。まあ白もね、十分鉄板でかっこいいんですけどね。はい。で、今回はブルーカーボンというか、こちらにしたいと思います。これかっこいいですね。ルーフはカーボンで。はい、カーボンというか、ルーフは黒でいきたいと思います。まあオールカーボン製なんですけどね、これね。塗装されてないカーボンを出しておきたいかなということで。あ、これだと、バンパー、リアディフューザーとかもカーボンか。あ、これも一緒ですね、ほとんどね。はい。では、そうですね。ミッドナイトカーボンよりは明るい方がいいかもしれません。ということで、こちらにしましょう。はい。では、早速ね、説明の方を聞いてみたいと思います。マーティン、よろしく頼んだ。パガーニアウトモビリは、比較的新しいスーパーカーブランドです。ですが、すでにいくつもの伝説的モデルを世に送り出しています。このウアイラもその一つ、パガーニゾンダの後継モデルですね。カーボンとチタンを組み合わせたモノコックフレームボディを持ち、エンジンはメルセデス AMG 製の6リッター V12 ツインターボです。最高出力700馬力、最大トルクは102です。パフォーマンスも世界最高峰。創設者パガーニの理想が詰め込まれた一台。はい、ではこちらの車を購入したいと思います。1億3500万円ということで、早速購入したいと思います。はい、綺麗な青色ですね。もうちょっと水色がかってもいいと思うんですけどね。ゾンダみたいな綺麗なブルーでも良かったんじゃないかなと思います。はい、今日は急遽ですね、先に GTO と行きます。今ちょうど夜だったんで、またね、朝焼け見にくくなるんでね、朝焼けと夕日で見にくくなるの嫌だったんで、夜見に行きました。洗車しなくていいですよ。そしてワイドボディにしたらどうなりますか。もともとワイドですよ、ほとんどワイドですが、さらにかっこよくはなりますね。めちゃくちゃかっこよくなりますけど、まあそこまでしなくてもいいかなと思います。かなりね、かっこよくなりますね、やはり。うん、結構かっこよくはなりますけど、しなくても十分かなと思っています。それではカーカスタマイズですね、どんな感じになるんでしょうか。ホイールの方もいろいろ変えれますね。ホイール変える必要はないと思います。このままですね、ペイント塗料も必要ありません。カスタムパーツ、今回はカスタムしたいですね。
もともとカーボンにスプリッターカーボンがつくような感じかな。ああ、やっぱりそんな感じですね。ね、でも非常にかっこいいですよね。これ一回タイプ A で、ちょっと待って、タイプ A で組んでみたいんだけど、一旦全部確認するわ。サイド、ああ、結構いい感じですね。まあ、いつものような感じですけど、ウイング。あ、ウイングもいい感じになりますね、これね。はい、では一旦ちょっとカスタムしてみましょうか、これ。今回はね、カスタムしてみましょう。サイドもね、肉厚な感じにしたいと思います。リアディフューザーなんかがないのが少し残念なんだけど、カスタムウイングセットで、これ低い方が、多分ね、パガーニは低い方が、多分合ってると思いますよ。ほら、低い方がいいね、これね。そして、ウイングですね。これ、どんな感じにしようかな。これ、普通にもう、こんなウイングでもいいような感じはするけど、どうしようかな。でもやっぱり何かあった方がいいですもんね。何かあった方が GT カーみたいな感じがするんで、結構、これ、デザイン的にはこれめちゃくちゃ好きなんですけどね、これね。これいいですね。これにしてみましょうか。こんなんもいいけど、なんかこれすごいかっこいいですね。なんかあの、ハヤブサの横顔みたいな感じ。これ買ってみましょうか。はい、どうですか？あ、いい感じですね。これ買いましょうよ。ウイングが一番安いというね、これね。はい、どうでしょうか？悪くはないですね。全然悪くはない。で、レーシングアイテムですね。これはね、ボンネットピンつけようかなと思います。これはもう確実に、もうつけた方がいいですね。はい。タイプ B の方がかっこいいかな。タイプ B、タイプ A。まあ多分アクセント的にはタイプ A の方が多分かっこいいんだけど、どうしようかな。これタイプ B もいい感じなんですよね。タイプ B にしてみましょう。はい。牽引フック、もちろんつけますよ。これ。こんな感じでいいですかね。タイプ B ですね。これはタイプ B の方が多分かっこいいですね。すげえやん、もうゾンダ F みたいな感じになってきてるやん。はい。牽引フックも終了。そしてその他で、ライトバルブ。これはもうスーパークール一択でしょ。これはスーパークール。ナンバープレート、ウワイラって書いてるね。これ、うわこれはダサすぎるな。ちょっと待って。下のウワイラってこれ、ナンバープレートかと思ったら違うんだね。フロントはナンバーレスの方がいいね。それだったら。これだったらやっぱパガーニですね。こっちの方がいいですね。何もいじらない方がいいですね。ウワイラーって入ってる。これは刻印だったのか。そうか、そういうことだったんだね。はい。では、こんな感じでいいでしょう。ブレーキキャリパーもこのままでいいんじゃないかなと思いますね。素晴らしい。めちゃくちゃ綺麗やん。それではいつもと順序は逆なんですが、今からですね、車図鑑で勉強か、もしくはチューニングショップ行ってみたいと思います。さて、皆さんと一緒に勉強する方を選びました。まずは車図鑑で簡単に勉強してみましょう。豪華なインテリアとハイスペック、上質という言葉が似合う高級スーパーカー。いやいや、もうハイパーカーですぜ。ランボルギーニカウンタック25周年アニバーサリーを手掛けるなど、デザイナーとしての経歴も持つ実業家オラチオ・パガーニは、イタリアのモデナにパガーニアウトモビリ社を起こし、1999年初の自社デザインのスーパーカーを発表した。ゾンダと名付、ゾンタ、ゾンダ、ゾンタ、ん？ゾンタなの？え？今更？え、ゾンタなの？これ、俺ずっとゾンダだと思ってましたけど、いや、ゾンダの間違いやろ。ゾンダや、ゾンダ、うん、パガーニゾンダ。はい、行きます。ゾンダと名付けられたその車は、パガーニと同じアルゼンチン生まれの伝説的レーシングドライバー、ファン・マニュエル・ファンジオをアドバイザーに迎え開発された、動力性能に徹底的にこだわったモデルである。恐ろしく高価な少量生産車だったが、ニュルブルクリンク最速タイムをマークするなどの実績もあり、計画した生産台数分がすぐに売り切れるほど評価は高かった。100台限定だったんですね。100台限定で、まあ当時のスーパーカーに飽き飽きしていた超絶な富豪たちは、結構皆さんお買い求めになったらしいですね。そのゾンダの後継として2011年に発表されたのが、このウワイラである。カーボンとチタンを組み合わせた新開発のモノコックフレームに、ゾンダ同様のガルウィングドア、シャープなイメージを持つゾンダに比べて優美な雰囲気を持つウワイラは、カーボンをメインとした軽量素材で構成されるボディ、レザーとアルミカーボンで構成された豪華絢爛なインテリア、そして車体前後の4枚の可変フラップが自動的にダウンフォース量の調整やエアブレーキを行うエアロダイナミクス性能など、上質さとスポーツ性能を合わせ持つ。はい。これ、フラップ全部動くのかな？走行中。本当に全部動くのかな？特にブレーキ踏んだ時、楽しみですね。
搭載するエンジンはゾンダ同様 AMG 製6リッター V12 だが、異なるのはツインターボで武装している点。スペックは実に700馬力、102kg フォースメートルで、それに7速シーケンシャルミッションが組み合わされる。これらにより0-100 3.2秒、最高速度378キロと、老舗スーパーカーブランドも認めざるを得ないパフォーマンスを発揮している。ちなみにこのパガーニってね、めちゃくちゃ種類多いんですよ。僕が知ってる中で多分皆さんもご存知だと思いますけど、ウアイラ BC とか、ウアイラディスティネアとか、ディナスティア、ウアイラディナスティア、中国限定の4台のやつとか、あとウアイライモラ、ウアイラパール、ウアイラスーパーノヴァ、あとはエルメスエディションもありますね。ウアイラエルメスエディションとか、あとは空軍だったかな、ウアイラトリコローレとか、ウアイラキングとか、なんかその他もろもろめちゃくちゃあります。私も知らないの多分あると思います。はい。それではパガーニウアイラ、こちらでじっくりと観察してみましょう。美しいですね、車内。もう内装が綺麗すぎる。内装の色も変えることができたらいいのになと思いますね。茶色系にしたいですね。こういうパガーニとかブガッティとかはね。ブガッティは白系がいいかな。はい、こんな感じです。ちなみにこちらの車はイタリアの芸術品と呼ばれております。まあ芸術品どころかもう美術品並みの美しさですね。素晴らしい。ザ・クルー2でもここまで再現されていませんよ。そしてブレーキキャリパーのこのパガーニというロゴを置いときたかったので、今回はブレーキなど足回り全くいじっていません。そしてこのフロントの板みたいなやつが可変フラップ。これリア。今気づいたけど、ウイングつけてしまったからフラップ動かない可能性があります。失敗したかもしれません。これ完全に失敗してしまったかもしれませんね。まあいいでしょう。うん。まあまあお金はどんどん使いましょう。経済回しましょう。GT7 の中でもね。はい。ということで、今からですね、ノーマルの状態で一旦ホームストレート走って、最後にチューニングして、全開走行して終わりたいと思います。それでは、いつものとこ。ホームストレートを走ってみましょう。まずはノーマル状態のエンジンスタート音です。すごい音ですね。意外といい音するんじゃないですか。アイドリング音はそんなに聞こえないですね。インパネ関係すごいリアルに作り込まれてますね。それでは一旦ですね、三人称視点で走ってみたいと思います。正直言うと7速まで入れれないですね。全然7速までは入らないですね。かなり物足りないね。かなり物足りないね。音上品すぎるわ、AMG。さすがでございます。はい。では、スポーツタイヤソフトに変えます。まずはね、ソフトに変えますよ。で、あとはもう、エクストリームでカーボンセラミックブレーキにはする必要ありません。もともとカーボンセラミックブレーキです。これはレーシングマフラー入れたいですね。これは入れたいですね。はい。これはまあ、入れて音を変えたいと思います。これはなかなか、音が静かすぎて、物足りないわ。かなり。あとどうしようかな。あとそんなに必要ないと思いますけども、これぐらいのチューニングさえ入れていれば、十分なんじゃないかなと思いますね。あとはまあ、中回転型入れとけばちょうどいいんじゃないかなと思いますね。
はい、これでまあ馬力も上がったので、あとは軽量化、1350キロノーマルのままですけど、ステージ1、あ、ダメなのか、これ、軽量化ステージ1、設定なしになってるわ。軽量化できないの？これなんで？なんで軽量化できないんでしょう。まあ、もともと軽い車だからかな。はい、ということで、これで一度走り込んでみようかなと思います。最後にカーセッティングで車高だけ下げようかなと思います。それでは早速ですね、もうベタベタに行きたいと思います。後ろ60ですね。まあでもこれで一番速くなるんじゃないのかな。PP は727ぐらい。29までいったね。いい感じです。それでは車高の方を調整いたしまして、あんまり見栄えは変わらないですけども、サクシマッハのパガーニ・ウァイラが完成いたしました。あ、内装かなり美しいですけども、実際レースで走ったらどれほどのものなのかというところですね。おそらくルート X ぐらいじゃないと7速まで入らないような気がするんですけども、まあおいおいやっていければなと思います。それでは皆さん早速もう一度富士スピードウェイを走って本日は終わりたいと思います。最後のルーレット楽しみやな、本当。それでは実際に富士スピードウェイ走り込んでみたいと思います。いいですね、サクシマッハ走ってるよ。そんなに音しないか。さすが AMG 製ですね。あんまり音しませんね。それでは走ってみたいと思います。お、音に関しては結構いい感じになりましたよ。まずはアイドリング音から聞いてみたいと思います。さあ、どんな感じでしょうか。そこまでうるさくはなりませんね、チューニングしてもね。はい、では一周走ってみたいと思います。いい音するね。車体重量がやたらと重く感じますね、これ。なんかレースで走るのこれ難しそう、パガーニ。なんかそんな気がするな。ただ一つ言えるのは、これミッドシップだけどコーナー立ち上がり、ステアリング切ったまんまアクセル全開にしてもスピンしないですね。まあ、そこはやっぱり重量感があっていいのかなと思ったりしますね。さすが AMG ですね。上品な音です、本当。それでは簡単にリプレイです。
さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで本日で招待状の車完全コンプリートということで、どうもありがとうございました。いやいや長かったですね。ちょうど1ヶ月ぐらいかかりましたね、ほんとね。まあ一気に買ってもよかったんだけど、まあやっぱり楽しみはおいおいみたいな感じでね、のんびりと進めてきました。皆さんの中でもね、もう招待状の車完全コンプリートした皆さん多いと思いますが、また新しい招待状制度が始まるのか、それとも招待状制度が廃止されるのかどうかわかりませんけども、これから徐々に追加されてくるであろうハイパーな車、スーパーな車などをゲットするために、これからも GT7 皆さん共に頑張っていこうじゃありませんか。ということで本日ついにパガーニゾンダではなくてパガーニウアイラでコンプリートということになりました。それでは皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。奮発するぜ。ほんま頼むわ。招待状ないぞ。お、招待、うわ、ちょ待って、もうパガーニ絶対当たんねえ。おい、パガーニ絶対当たんねえよ。ちょ、いやー、よかった、危ねえ。パガーニ買った瞬間、パガーニの招待状当たったらどうしようか思った。